ドランブイ。ドランブイ、ドラン、ビュイとは、モルトウイスキーをベースに作られる、リキュールの一種である。アルコール度数は40度、エキス分は35%。名称は、モルトウイスキー発祥の地とも言われるハイランド地方の、言葉である、ゲール語の、飲む、ドラムと、満足な、ビューイーチを合成して、ダランブイとしたもので、満足できる酒、満足すべき飲み物といった意味。 なお、しばしば、アイリッシュミストと比較される酒であるが、ドランブイの方が、アイリッシュミストよりも、ずっと古くから作られてきたという権威がある。1745年に、スコットランド、スチュアート王家のチャールズ・エドワード・スチュアートは、フランスから援助の約束を取り付けて、王位継承権を争う戦を起こした。しかしチャールズは、1746年に、インバネス州、 カロデン・ムアの小宅地で大敗し、頼みのフランスとも連絡が取れず、スコットランドのスカイ島への逃走を余儀なくされる。ここで、チャールズの首には、多額の賞金がかけられたのにもかかわらず、部下などに首を取られることなく、チャールズはフランスへの亡命に成功している。その際、彼を護衛していたハイランドの死を代表して、ジョン・マッキノン、ジョン・マクナンに、褒美として、 オーケー秘伝の酒の製法が授けられた。この酒がドランブイである。したがって、スチュアートオーケーから門外不出だったヒシュドランブイがマッキノン家に伝わったのは1746年のことだったと考えられている。この逸話にちなみ、今日のドランブイのラベルには、プリンス、チャールズ・エドワード、エスリキュールと印字されている。 このドランブイが市販されたのは1906年のこと。マルコム・マッキノンがエジンバラ市の酒造会社の共同経営者だった時に商品化したのである。1916年にはイギリス上院の酒蔵にも納入されるようになったが、まだまだ生産量は少なかった。ドランブイが量産されるようになったのは第二次世界大戦後のことである。量産されるようになってからドランは イギリス以外でも広く知られるようになり、ラスティネイルなどのドランブイを使ったカクテルが流行した。なお、ドランブイを使用したカクテルの中には、ドランブイの歴史に関係のある名前が付けられたカクテルも存在する。例えば、プリンス・チャールズ、プリンス・チャールズやマッキノン、マクナンといった名称のカクテルである。参考までに、プリンス・チャールズ、プリンス・チャールズの作り方は、 ドランブイイコール 30ml、ブランデイイコール 30ml、レモンジュースイコール 30ml をシェイクし、ソーサー型のシャンパングラス、容量 120ml 程度に注ぎ、グラスにレモンスライスを飾るというものであるまた、マッキノン、マクナンの作り方は、ドランブイイコール 45ml、ライトラムイコール 10ml、ライムジュースイコール 20ml、 レモンジュースイコール1 0トルをシェイクし、氷を入れた、タンブラー、容量240から3 0 0トル程度に注ぎ、炭酸水で満たすというものである。ただし、プリンスチャールズ、プリンスチャールズは、ただ単に、ドランブイのラベルにプリンス、チャールズ・エドワード、エスリキュールと書かれているために、この名前が付けられただけであるとの説もあるともあれ、これらのようにいくつも、 ドランブイを使ったカクテルが考案されてきた。数十種類のスコッチウイスキーをブレンドしたものをベースとしており、使用されているのは主にハイランドのモルトウイスキー、大麦麦芽の実を原料とするウイスキーである。したがって、ドランブイはベースとなる酒の特徴を生かして作るリキュールだと言うことができる。これは、ブレンドしてできたウイスキーの質が、ドランブイの香りや味などを左右することを意する。 こうしてできたウイスキーに蜂蜜、ハーブ、スパイスなどを配合する。なお、蜂蜜はヒースの花から集めたもの、ヘザーハニーを使用している。最終的にカスイやシロップの追加なども行い、アルコール度数は40%、エキス分は35%に仕上げている。ドラン部位はストレートで飲まれることがあるのは言わずもがなであるが、他にも水割りなどでも飲まれる。また、 カクテルの材料ともされ、ドランブイを使用するカクテルとしては、ラスティールが有名である。さらに、ラスティネールや、戦術のプリンスチャールズやマッキノンのような冷たいタイプのカクテルだけではなく、温かいタイプのカクテルとしても飲まれており、フォークランドアイランドウォーマーや、ホットドラムなどが知られている。他に、聖火などにも利用される。スコッチウイスキーをベースとしているリキュールのドランブイに、対し、 アイリッシュウイスキーをベースとしているリキュールがアイリッシュミストである。言い方を変えると、スモーキーフレーバーのあるウイスキーをベースとしているトランブイに対し、スモーキーフレーバーがないウイスキーをベースとしているアイリッシュミストとも言える。どちらもベースとなる酒の特徴を生かしたリキュールであるため、共通する原料も存在はするものの、当然のように配合する蜂蜜の種類やハーブなどは別物であるし、 完成品の香りも味も異なっている。しかし、それでも、この2種類のリキュールは、性質の似たリキュールとして、しばしば対比されるさらに、ラスティネール、スコッチウイスキーとドランブイで作られるに対して、ミスティネール、アイリッシュウイスキーとアイリッシュミストで作られるが、存在するなど、カクテルになっても似た、飲まれ方をする酒でもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。